込みつつやってる。なるほど、はい、これ水さっきのとこ進んだんで、もう次あ気持ちがね、いいよ、気持ち焦ってるよ、ゆっくりゆっくり行こう、ゆっくり焦ってどうだ、行き過ぎて、何かがんだ方がいい、かがむ立ってるね、体重を、ちなみに、あのトリガーあるよね、人差し指のところのトリガーのボタン、はい、これを使うとアナログ操作ができるので踏み込める量が変わってきます。そこはこうキュッ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 しないといけないとこだったんだ。ぐーっといってあ、何キュッ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 遅かった、ハルキュッ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 して、どいって、行き過ぎ、バシャー、ちょっと待ってくださいね。おーよ、なんか座る、ね、座、そう、それで後ろに耐えるやつよね。なんか勝手に進んでる、会場が今オーとアーしか言ってない。いやいやいやいいですよ。椅子が危ない。大変。お気をつけてハルキャン。その後ろの細い溝にはまる嫌よ。あーキュッキュッあーキュッキュできなかった。あれえゴールだ。おじゃじゃ。バカアイドル、どうしたらいいんだ、どうしたらいいの、欲張っちゃダメ、ちょっと待ってください、三角誰だよ三角って言ったやつ、誰だよ信じちゃったじゃん三角、待ってください、そのまま、何上に行きたいな、ゴールはそこなのにな届かないかな、どうにか折れたこの足で両足折れてる複雑骨折してますよねもう二度と立てないかも、ここね、ゆっくり、すごい、ゆっくりゆっくり行くんです、わかんない、ゆっくりアクセルをね、ゆっくり、こうアクセルちょっとずつね、アクセルちょっとずつ、あ、そうそう、そう、そう、バツボタン押しすぎ、バツボタン押し、あ、今来たと思ったのに、何ができてたんだろう今、ねえ、落ち着いて、なんでだ、なんか罰押しちゃうんですけど、罰はもう忘れてください、はい、 PS4 には罰のボタンなんてないんですリトライできないですよ、リトライできない、で、この人差し指でアクセルを操作する、ちょっとずつこう、ちょっとずつブン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 みたいな、わかります、ブンブンブン、あ、ちょっとずつ押せばいいんだ、そうそう、ブンブンやりながら、なるほど、ゆっくり上り、その後下り坂になるよね、そこで踏んでジャーンとボールイン、丸を押して
あーなるほど、えできるかな、ゴールの前に三角ボタンは押しちゃダメだよって言ってた。そこまでその技術できるかな。ダメだよ、ここをこうして丸を押して三角ですねとか。よし行くぜ、面白い方になってしまうね。え押してるよ。アクセル、アクセル、アクセル、えどれ、こっち、アクセル、こっち、人差し指だよ、そうだ、下、下だよ、下、あ、あ、そこ、ベ中心少し前に、ちょっと重心を軽く押して下り押す、めっちゃ教えられてるよ。そう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 、おお、そう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 、おお、ゴールしたと思った、ゴールしてない、あーくそー、うまくいったのに。もう一回、もう一回、オッケー、おー覚えてますね、おーしゃー、イエーイ、え、どういうこと、落ちちゃダメなんですか。いやこれね、そういう止まるってことですか、見せ方なんですよね、うん、なるほど、あ、そのまま走れ、走ればいい、この走れない、この走れない、これはね、落ちとしてしょぼい、爆発したり、そう爆発したり、そう爆発したりね、いろいろするんでね、道路に落ちちゃいました、なるほど、うん、すごい面白いですこのゲーム、すごい、やった、やった、面白い、他のコースとかもやれるような感じになりました今。はい。じゃあ丸ボタン押してみて。丸ボタン、はい、はい。いろんなコースあるんでね。成績。このまま、そうですね、続けていって。お。これが、あ、あ、なんか押しちゃった。あれ。丸ボタンを、あ、戻っちゃうなこれ。えらいことになっちゃう。丸ボタン。丸ボタン。そしてそこでもう一度丸ボタン。丸ボタン。で他にもありますねという感じで、北極やりましょう、北極、北極オープンやります、何ですかこれ、ブレーキが滑っちゃうとかそういうことですか、そんなのない、そんなことなかった、あ、そんなことない、熊とか出てくる、熊とか、え、熊とか出てくる、熊とか出てくる、そんなことはなかった、へえ、じゃあ北極決定ですね、北極、なんか飛行機、飛行機飛んでますね、うん、北極オープンで、これいろいろ遊べますよっていうんですけど、あーなるほど、はい、ちなみにそのビッグエアっていうのは、ビッグエア、そのさっき三角でジャンプしたのあったでしょ、はい、あれを利用してどれだけ何メーター飛べたかみたいな遊びがあるんですよ、スキージャンプみたいな、スキージャンプみたいな、うーん、はい、そういうことができます、へえ、大丈夫です、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫、じゃあ後で、後でやります、ね、うん、どれがいいですかね、でもなんかね、その辺優しいのがいい、イージーって書いてある、あ、全部一応イージー、あ、本当だ、イージーなんでね、スキーライドとか行きますか、スキーライト、ライド、うん、はい、ライド行きます、じゃあこれにします、うんうんうん、皆さん、え、いつもこのゲームやってるんですかというわけではなくて、これはね、詳しいですよね、だってたまにやりますね、あの方はね、もうあれを専門にやられてる、専門にあのゲームしかやりたくないで有名な方です、なるほど、どれがおすすめですか、じゃあ、まあでもこのローチっていうのが一番安定してますね、でビッグワイパーとかってなると、あ、ビットワイパーとかになると、初心者向けのこれはあのかなりコントロールが難しい、本当だ、上級者向け、うーん、この辺りでいいんじゃない、じゃあローチにします、はい、できるかな、何でしたっけ、もう早速忘れちゃった、何、キュッ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 アクセル、アクセル、バツは、バツはダメ、押しちゃダメ、うん、よし、で途中で嫌になったら三角おお、え何が正解だったんだ、ほら、ああ、要はね、ああ、わかる、うんってなるやろ、落ちちゃう、落ち、ああ、そう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 、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 そ
はるちゃんキュッ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 うまいよね。うまい。おーおーい。おーい。あー。感じつかない。やばい。キュッ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 。おお、はい、背中ずる向け。あー、ちょっと待って、ギュ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 。おお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 、やだやだ、もう背中痛い。背中痛い、背中痛い。どうですかこれ、いいでしょ、この後がいいでしょ、後が。こんなにモニョモニョ動くのすごいですね。すごいのよ、この間もずっとタイマーは動いてる。あ、ほんと無料だね。セーラーゾンビっていう AKB のゲームもやります。ああ、セーラーゾンビ、あれでしょ、踊るやつじゃなかった？踊ります。おで、ゾンビになったメンバーをこう撃ってとりあえず対処しちゃうみたいな。いや違います、あのなんていうんだ、鎮痛剤みたいなのを打ち込んで人間に戻すっていうゲームです、うん、やってください。出てないけど、出てないけどやってくださいね。出てないけどやってください。隠れキャラ、はい、ないです、そんな、そんなんないです。そんなんでもない、はい、ないです。もうゲーセン行って遊ぶぐらいで。あー、そうなんだ。もっちとはどういう仲なの？もっちさん、もっちさんとはどういう仲だろう？ドリームクリエイターから、ドリームクリエイター、ドリームクリエイターからですね。あ、そっか、あのテレビ東京で以前に、ね、深夜にやっておりました。そうなんですよ。あの、なんでしょうね、ネットバラエティ番組？違う、いや、音楽番組です。あ、そうか、間違えた。ちょっと待って、思い出が音楽番組、おさるちゃんを紹介する音楽情報番組みたいな、はい、すごい、そうなのですよ。これちょっとお借りしましょうよ、はい、なるほどね。え、すごい、懐かしい。ニコニコ超会議2の時のイベント、だって周作さんがいますよ。懐かしい。あの周作さん10月25日にあのワンマンライブを、単独ライブやるそうなので、皆さん、ぜひ。ももちもそういうちょっとイベントあるけど、まあ両方